メキシコはイタリアのマセラティが開発、生産した高級スポーツカー。1965年、トリノモーターショーにてビニャーレが2ドア4シーターのプロトタイプを発表。デザイナーはカロッツエリアビニャーレに所属していたジョバンニ・ミケロッテイ。マセラティのチューブラーフレームシャーシに4.9リットル V8 エンジンを積み、マセラティ 5000GT のために任製作された。 ものだったが賞での評判が良く、すぐにマセラティで限定生産が決まった。1966年のパリモーターショーにて生産モデルを披露。開発コードネームは T ポ M112、名称はマセラティの F1 カー、クーパー T81 マセラティのメキシコグランプリでの優勝を記念して付けられた。エンジンはマセラティ伝統の DOHC90 度、 V 型8気筒、排気量はプロトタイプよりやや狭められ 4709cc、最高出力 290A バリ行き、5000rpm を5速 MT を開始最高速度240、時速 250km を誇った。デザインはミケロッティらしく非常に優雅で伸びやかなボディラインで構成されており、マセラティらしい品のある仕上がりになっている。 内装もラグジュアリー志向が強く、シート、ドアパネル、センタートンネルまで総側張りにされ、木製ダッシュボード、エアコン、パワーウィンドウ、4輪、サーボアシストベンチレーテッドディスコブレーキが標準装備されるなど、この車のコンセプトが明確に現れている。AT、パワーステアリング、ラジオはオプションで選べた。1969年、小型タイプとして、 クアトロポルテアイから4.2リットルエンジンを流用したモデルをラインナップに加える。1973年生産を終了した。総生産台数は482台であった。ありがとうございます。